はいどうもマフィア梶田です。なんと今回はですね三京さんにお邪魔しております。なぜなら以前わしゃがな TV の方でガンダムシードのパチンコの案件をいただいたんですよ。でその時にですね俺生まれて初めてパチンコを打ったんですけども、これがむちゃくちゃ楽しくてね、パチンコって今こんなになってんだと興味が湧いたもんですから、その現場で話していたシンフォギアの台よかったらどうですかって連絡いただきまして、試遊させてもらえることになりました。今回三京さんに立ち会っていただきまして、いろいろ解説を受けながら、まだまだほぼ初めてのパチンコなんで分かんないことだらけなんですよ。なんかアマデジとか書いてあるけど全然意味が分からないんですよ。アマデジってアマエビの仲間かとかそんなレベルの知識だから、その辺をね補足いただきつつ、今回楽しくこちらの演出を見ていきたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。何ですかアマデジって？アマデジはいろいろとそのミドルタイプとかライドミドルとかあるんですけど、アマデジっていうのはパチンコのスペック帯の中で一番当たりやすい機種になります。だからライトバージョン。そうですね、ざっくり言いますと99/1っていうスペック帯がアマデジっていう形になります。一つ賢くなったんですけれども、早速打っていきたいんですけど、どっからお金を入れるんですよこれは？すいません、今回もお金は、またかよお金払わしてよ。お金を使ってこそ楽しさっていうのはあるって聞いたんですよ俺は。人によりますかね。15,000円使わせてよとりあえず。ダメか。まあそれはもうね、あのお店行けって話ですよ。そうですね、ぜひ弊社の機種を。じゃあ今回はね、楽しくお金は使えないみたいなんで、弾借りながら打っていきたいと思います。お願いします。まずどこを触るか。これか。メニュー画面、これはいじらなくて大丈夫なやつ。そうですね、ガンダムシードの時の同じようにレバブルが出やすくなるとか V フラッシュが発生しやすくなるかなんですけど、これ皆さんはオフにしてるんですか？基本的に遊んでる方々、その人の打ち方ですね、うん、その演出をちゃんと見たい方はオフにされますし、うん、レバブルが発生してそこの時に一番楽しみを見出してる方とかはレバブルオンにしたりとかしますし、とりあえず俺は全部オフにしてたわけじゃない。ドノーマルの状態で自分はいいかなと思います、うん、よし、じゃあこれで始める。はい、まだ緊張するな。もうちょい楽です。もうちょい弱く、はい、ひねりをもうちょい弱く、もうちょいひねり弱く、はい、繊細だなパチンコ。あーいいですね。こんぐらい、こんぐらい。あ、入った、はい、おー、響きがなんかしてくれてる。チャンス。あーいいですね。いきなり早速ボタンを押して発展先行き。どういうこと？そのボタンを押していただいて。おー、選ぶんですかこれ？いや、実際はランダムランダムです。こういう時って回しといた方がいいんですか？保留が溜まってない場合は回していただいた方がいい。どんくらいかな。おー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 、これ何？これは大当たりです。大当たり？大当たりです。大当たりしてんの俺今、はい、早くない早くない。こんないきなり来るもんなの大当たりって。99/1なのでっていうのもありますけども、うん、で今回はシンフォギアの4機をベースに作ってます。なるほど、掴み取れ。シンフォギアチャンスっていうその一番本気で弾が出る状態をラッシュ状態っていうのがあるんですけど、それをこの最終決戦っていうバトル演出で決めるっていう、突入するかしないかを決めるとか。ここを狙い、戦闘準備完了。忙しい、何言ってるか分からない。ここら辺はもう細かく考えずに、もう画面の表示に従ってていただければ。ずっと右上でいいんですよね。そうですね。戦闘準備完了。戦闘開始。おお、懐かしいな。よし。ああ。負けた？負けてしまいました、ね。負けてしまったので。あんだけ盛り上がって こんなことがある。もう全然、もう標準ですね、これが。え、パチンコってこんな感じなの？もう結構。めちゃめちゃがっかりするね。え、こんなにがっかりする？はあ、びっくりする。じゃあここからまたやり直し。そうです。外れるんだ、あれって当たり確率高いんですか？あの状態は約 45% です。 45%、 はい、ほぼ半分です。それはパチンコの世界だと低いんですか高いんですか？基地によるんですけど、うん、やや低い。やや低めなんだ、ね、45って、はい、へえ。じゃあ次もっとレベルの高い演出が来るといいですね。そうですね、完全ランダムですか？はい、もうランダムです、うん、あれですね、左打ちに戻していただいて。微調整がむずいな。もうちょい弱めですかね。みんなこんな繊細なことやってるんですか？そうですね、もう皆さんもコントロールがむずい、はい、もう気持ち弱めですかね。なんで見たら分かるんですか？そんな、弾の大体の位置で分かるんですよ。戦機の文字ぐらいのところで弾が跳ね返って戻ってくると大体感じです、うん、なるほど。今悲鳴ぐらいまで行っちゃってるんで、もし戦うぐらいに収めていただけると。線のところで収める。そうですね。あ、今いい感じですか。あ、弾切れました。怖えなぁ。これ俺今15,000円くらい使ってますね。まだ使ってない。今1,500円くらいですかね。1,500円、はい、あ、結構遊べるんだ。まあ、マネージは少し少ない投資で遊べるっていうのが一つの利点なんです、はい、この保留っていうやつって何個まで貯まるものなんですか？機種によって異なるんですけど、この機種は4個貯まります。いや、4個貯まったら打つのやめた方がいい。その場合、ウェイトボタンっていうこのボタンがあるんですけど、うん、このハンドルのところに黒い出っ張りがあると思うんですけど、ここにあるんです。これを押すと弾が止まる。
で話すとまた打ち出される、はい、あーそうなんだ。なので慣れてきたら保留が溜まったら、そうですね、ウェイトボタンを押していただいて。なるほど。これ何、これ何、何が起きてる。これはあのギアペンダントって焼くものが演出が出てるんですよ、はい、おもろ。これがどんどん発展すると熱いチャンスです。発展っていうのはイベントが続くってことですね。これ今外れたってこと、ね、演出がどん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 次に次に繋がっていくっていう、うん、なんとなく分かってきたぞ。すごい雑に言うとガチャですね。ガチャを引くのと同じようなことをやってるんですね、はい、分かりました。配信シリーズ99分の1のガチャをやって、なるほど、99分の1の確率で演出に入るってこと。大当たりするんです。大当たり、はい、結構確率が高く思えるのは俺がバグってるからですかね。そうですね。なんか自分も言いながら適切であるようでないような感じがします。適切ではないですか。難しいなパチンコ。まあ、新風景はタダが多いのでこの辺のやり取りも結構あれですよね、多いのが面白いですね。調べちゃんの演出が見たいな。調べちゃん単独の演出もいくつかあるの。マジですか、はい、出るといいな。シンフォギアはこの予兆が出ると熱いみたいなのあるんですか。一応ですね、いくつかキーポイントの演出がございまして、うん、まあ、いわゆる絶唱演出っていうのと、うん、精鋭チャンスっていう演出、この辺が出ると基本チャンスですね。絶唱ですはい、この作品に沿ったその演出ですね、うん、これ絶唱来ました。あ、まだです。まだ。ここから、おうおう、下がってきたぞ。これからもうちょっとどんどん発展していってって感じです。もうすごそうなんだけどな。ダメかい。はい。もう通常運転ですね。ちょいちょい期待は煽ってくるな。ひらめちゃん来い。これは基本的に原作の展開を入れてる感じですよね。そうですね。原作ではないような映像とか入ってないですか。一応入ってます、ね。入ってるんですか。基本はやっぱパチンコに掛け下ろしたりすることが多いので、うん、原作そのまま引っ張ってるってわけではない。でもちろん一部の演出等は食い直してると言いますか、パチンコに書き下ろしたりしてるって。マジでこれいつ使うんだろう。今まだ俺使うチャンスってないってことですね。そうですね、基本それが絡む時はほぼ当たる時とか、うん、本当に大チャンスの時なので。楽しみだな、これが出るまで終われね。あと上から風が吹くんで、ぜひその風も。そう、アクシアの風です。アクシアの風だと思うんですよね。誰が考えたんですか、バカだもん。いやアクシアの風が吹くってめちゃめちゃおもろいじゃないですか。この風の演出って当たり前なんですか、パチンコの世界では。あんまりないです、そこまでメジャーじゃないというか。アクシアの風吹いてほしいな。入れ入れ。まずここに入らんことには何も起きないのか。パチンコですね。そこです、ね、あ、なんか来てる。あ、これはライトバージョンに新しく入った演出です、ね、これはチャンスですね。27億、70億の絶唱チャレンジっていう演出で、この今溜まってる数値が増えれば増えるほど大当たりの期待度が高くなるんです、ね、70億に行けばいいんですね。そうですね、ついに来たか、ついに大当たり来たか。これうまくいけば押せって出るんじゃないかな。ガングリデバイス65億まで行った。いけいけ、70億、いけ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 、大当たり、大当たり。あ、来た来た来ましたよ。これどれですか、これ。あ、押せ押せ。うわー、ブルブルしてる。これでいいですか。まあ大丈夫です、 OK です。めっちゃブルってる。やった。どうすればいい、これから。また右打ちしてくださいという表示が出るので。いいわ、右打ち。すげえ、球がどんどん出てくるで。懐かしい、出やがった。こいつに負けたんですよね、さっき。45% ですね。でも次こそ頼むで、45%。この上のカウントダウンが、はい、演出の確定までの残り時間ってことです。そうですね。どうなる？勝て勝て勝て。まだわかんないです。こっからまだ。まだわかんない。あ、戻していただいて、左打ちに。45%、信頼性薄いな。分かってきたぞ、パチンコのことが。そう甘くねえな、このゲーム。今もしお金入れてたらいくら使ってんのか知りて。多分ですけど。6,000〜7,000円ぐらいですか、ね、6,000〜7,000円、まだ遊べるんだ。もうちょっと少ないですかね、もしかしたら。なんとなく分かんない。ここに跳ね返らせばいいんですね。そうですね、ここの角っこに。目安はそこです。みんな必勝法見つけたぞ。ここに当てればいいらしい。ここに当てると入りやすいっていう球が。みんな知ってた。知ってるかな。シンフォギアはこれ曲聴いてられるから退屈しないっすね。そうですね、もうラッシュ中とかは本当にもうずーっと流れてるんです。人気あるんですか、シンフォギアの台って。パチンコはおかげさまですごくもう、はい、素晴らしい。非常に好評でして、増大ともさせていただいて。素晴らしい素晴らしい、はい、レインボーは基本激安というか大当たり濃厚と言います。大当たり濃厚、はい、もうこれでフィーバーなので、身内していただいた。身内だ。今なんかさっきとはまた別違いましたね。この後また 45% を。よし、今度こそ倒すぞ。これ3回目だからな、3度目の正直って言うからな。3度目はもう倒すぞ、さすがに。文字が黄色。黄色、これはいいですね。押せ。すげえ揺れる。いけ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 。いった、いったか。行きましたね。いった。ラッシュ中は好きな演奏を選べるんですよ。おお。調べもいますよ。あ、これがそうです。これか。はい。これにしよう。
一発告知タイプって何ぞ。脳あたりをさっきまで演出で見せてたんですけど、そういうの演出をなくして音とか一回のその演出でもう大当たりしましたっていう。気持ちいい。まさに今もうすぐ当たったので、基本これ右打ちの方が大当たりしやすいんです。ラッシュ中っていうのは大当たりの確率が左打ちに比べて近い。あれこれ曲変えられるんですか。変えられます変えられます。すげえ。一応この機械には全部で27曲シンフォギアの歌が入ってますので。いくらなんでも色使いすぎじゃない。こんなに色使う。おめでとうって。やったー。ドックがいっぱいあって迷うわこれ。アクティアの風いいな。今発生した V ストックっていうのは、はい、この大当たりが終わった後また大当たりが来ますよっていう。確定してるんですか。はい、すげえ。これ今調子いいですか。俺は調子いいですね。このレバー楽しいな。まだ引くやつはやってないけど、なぜ引けるんだこれは。左右に傾く意味もわかる。なんでだ。いろいろその遊戯者が撃ってる最中にいじったりすることもあるので、意外とその遊びを設けてるという、そういう側面もありますね。うわー、曲いっぱいあって迷う。もうシンフォギアは本当良くも悪くもこの V ストックが続くとも延々と当たりが繰り返されるっていう。周りからは羨望の眼差しで見られる。なんか来たぞ。クリスはもうクリスの演出連打です。連打連打します。連打しろって言ったらもう連打していただいても。うわー、あ、押せだ押せだ。押し、これ押し、押し続け。効果おもろ。ああ、はい。これは良かったんですか。かける1。お、はい、そうですね。2343ポイント。基準がよくわかんないんですけれども、はい、今のってどんくらいいいってことなんですか。今の状態が 88% で継続するんですよ。うん、だから期待値でいくと約9回ぐらい継続するって計算なので、うんうん、まあ、10回であればその期待値以上継続してるので、よかったね。ちょうどいい感じ。でももっといくこともある。もうありますあります。さらにあの上の状態のモードがあるので、うん、そこ行くと、トータルで継続率が 92% まで上がるので、そうするともう大当たりが続くって形になります。もう一回くらい大谷当てるか。まだ本当に演出はもう見切れないぐらいたくさんあるので。風まだ吹いてこねえもん。そうですね、そういえば。アクションの風。こういうデジタルじゃない物理で動くおもちゃみたいなやつのことって、はい、初めこの世界なんて呼ぶんですか。基本薬物って言いますね。薬物って言うんですか、はい、例えばその今下にあるレバーみたいなものは、うん、あのガングリーンデバイスとかいう言い方をします、ね、ガングリーンデバイス、はい、かっこいい、まあ、液晶中央にあるあのギアペンダントは、うん、あのギアペンダント薬物で、上にあるその風が出るアクシアの風はアクシアの風。へ、稼働して演出を盛り上げる装置。もうそれ専門の言葉なんですよ。そうですね。へ、響きの誕生日開け開け。誕生日会リーチですか。これはあれで響きフラッシュ。響きフラッシュ発生しますね。んー、なんかいけそうな気がするぞ。頼む、永遠に大当たりを続けてくれ。行ってくれ。何待ちの時間だ。すごいじらしてくる。え、むちゃくちゃじらしてくるな。これで何の演出だ。おお、調べちゃうんだ。来た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 。俺の一番好きな変身バンク来たか。運命力運命力。調べちゃうぞ。なんかヤバそうな調べちゃうんだ。これはあれですね、本気の熱い演出の人の絶唱ですね。絶唱来た。あ、絶唱に発展しなかったけど。発展はしなかった。はい、でも調べちゃうの演出だ。運命力頼む。愛を届け。やったやった。あとは 45% です。あとは 45% の壁。なるほどね、分かってきたぞ。パチンコやる人はこの度にドキドキするわけです。そうです。もう展開は分かってるんだ。倒せ倒せ、いけー。あーダメです。戻していただいて。パチンカーみんな不屈の精神を持ってる、ね、そうです。心折れない。すごいな。もう一回くらい大当たり引くぞ。もう神の力うんざりだよ。頑張れ響き、頑張れ。何回ぶっ飛ばされんのよ。4回目ですかね。この段階が 45%。 そうです。いけ。こういう感じなんですよね。まあそうですね、これが通常なんですよね。そうですね。むしろまだ希望が持ててる方なんですよね。あ、全然もう1回、そうですね、10回大当たり連続したので。アクシアの風って本当になかなか不可能ですね、はい、結構そうですね、チャンスというか大当たりに絡むようなリーチじゃないとなかなか発生はしない、まあそれ専用のリーチもあるんですけど、そういうものの発生は全部ランダムなんですよね。そうですね。この継続率 88% とか 84% って、はい、ほぼ確定に思いますけれども、はい、これが外れることもあるんですよね。もちろんですよ。どんな気持ちなんでしょうね。さっきの味です。さっきのええーって顔になりますね。80何パーとかで外れるってみんなどんな気持ちなの。よかったらコメント欄にどういう気持ちが具体的に書いてくれるか。試行回数を重ねればやっぱり 88% と言えてもなかなかどうしてですね。いけた。いけました、いけました。これいけた。やったー、2回目の大当たり。でもこれは偶数。偶数、はい。なんだよ。今のハテナってなんだ。あ、サンジェルマンです。あれ選べるんですか、ハテナ。サンジェルマンは大当たりが指定回数10回以上継続すると出てくる。あー、やった。
V ストック。これ次回の技で確定です。まあ、この通り一度入ってしまえばもう、このウハウハな状態なので。ウハウハっすね。8勝目ですもんね、今。そうですね。これぐらい止まるんですけどね。そうです。基本はそれぐらいがまあ平均継続回数。いろんな演出見れて楽しいわ。プッシュ長押し。どんどん発展すれば、赤とかに行けば、今緑ですね。ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しい。何パーくらいなんだ期待値は。いやーあのパチンコあるあるで大体これぐらい継続するんですよねって言うと終わるっていうタイプパターンですけど、これ終わったなるほど、やっぱ8とか10の壁は高いっすな。そうですね。でもむちゃくちゃ楽しませてもらいました。ありがとうございます。演出もね大当たり 2,3 回見させてもらいましたし、はい、まあこんなもんにしときましょうかね。でもあ、当たった。何何マジ。そうです、また 45% です。マジまさか終わろうとしたらこうやってこいつ分かってますね、100の広め方って思うから右打ちの時はずっと回してた方がいいんですよね、これ。まあ、基本そうですね。その方が安心というか。安心。右打ちちゃんとしなかった場合とかって、大当たりできない場合とかあるんで、一応もう打ち付けてもらった方が安全ですね。いけ、ぶっ飛ばせ。まだ分かんないです。ここ、ワンチャンやってくれるかな。あ、ダメだ。あいつの顔、マジで憎たらしくなりますね。いや、楽しかった。ありがとうございます。最後にもね、また希望を見せてくれましたし、いいライですね、こいつは。まだ風感じさせてくれなかったらちょっと残念だけど、また次ちょっとね、実際に打ちに行って風感じてみようか。いや、楽しかったです。ということでね、今回は三強さんにお邪魔しまして、パチンコ、フィーバー千球絶唱シンフォギア3黄金絶唱ライトバージョン打ってきました。大当たりはね、実際に俺もまだ経験中経験がないから、ガンダムシード打ってこれ2回目だからね。でもこんだけ大当たり演出見せてくれるんだったらやっぱ確率は高いのかなって、うん、なんとなく思います。ガチャを引いた経験から言うと高いと思いますまた今回も金使えなかったのは残念無念ですけれども、とはいえ演出こうやって見れるだけでも楽しいんで、千球絶唱シンフォギア、もちろんねアニメも好きですし、これからの展開も期待してますし、ぜひねこのパチンコの方も、まあ、より面白い台が出てきてくれればなと思います。演出見れて楽しかったっていう人もぜひコメントに感想くださいね。はい、というわけでマフィア赤字さんの YouTube チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。またこのチャンネルではね、もうジャンル問わずいろんなことやっていきますんで、楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。